はい、皆様こんにちは、友人でございます。本日もプラネットズフランチャイズモードの続きやってまいります。前回はですね、ご覧のような森林狼の飼育エリアを作りました。あれからだいぶね時間も経って、今ねこの子が加えてたおもちゃを、置けるようになったり、あとはね今ここで寝てるんだけど、第一子のザリアちゃんもねもうこんなに大きくなっちゃいましたよ。早いね、もうね、よしよし、かわいいね。森林狼の飼育エリアを作ったことで、だいぶねこの反対側のニホンザルの飼育エリアと合わせてみると結構雰囲気ありますよね。うん、それでこの調子でどんどん新しく寒い地域に住む動物さんを入れようと思ったんですが、ちょっとね今お客さんの意見なんかを見てみると、お腹空いたとか、喉が渇いたなといった欲求が多くなってきましたね。そこで今回はですね、来園者という名の人間のお世話をしていきましょう。そう、動物園経営において大事なのはですね、動物さんのお世話だけでなく人様のお世話も大事ってことですよね。具体的に何をやるのかと言いますと、ここのスペースですね、このスペースを使ってお客さんが利用できるちょっとフードショップ、ドリンクショップ立てていこうかなと思います。それでは早速やっていきましょう。まずは歩道から手をつけましょう。歩道をまず置きまして、こうしてグリッドを設定してあげて、グリッドを使って今回もちょっと真四角に作って、まあこれだけスペース確保しておきましょうか。この辺につなぐ方がいいかな。はい、それでこっち側からも出られるように、どうしようかな、こうつなぎましょうか。はい、よし、道路の配置はこんな感じでいいですね。それで手前の方からちょっとこの辺りこうですね、岩をちょっと設置して間を隠しましょう。よし、いいですね。うん。で、ここにちょっと草なんか生やしてあげて、こんな感じでいいかな。うん。よし、いいですね。オッケーオッケーオッケー。そしたら、建物も建てていきますよ。ドリンクショップの研究はですね、すでに終わっておりまして、いろんなドリンクショップが使えるようになっております。フードショップも同様です。フードショップの研究もすべて終わっておりますので、全部で6種類 ?7 種類ですね。7種類の、フードショップが利用できる状態です。そしたら問題はですね、どのようなフードショップ、ドリンクショップを建てるかなんですよね。いろいろ種類あるけど、やっぱりここは寒いエリアなんで、冷たいものなんて出したらお客さん怒っちゃいますよね。なので、そうだな、まずこのコズミックカウのアイスクリームなんて絶対にダメでしょ、まあ、ビーフ所長はまだいいか。でもハンバーガーだよね。ピザペン。これピザのお店ですね。ピザってイメージでもないよね。ホットドッグスクワット。ホットドッグか。なるほど。ミッシーグッド。もうこれに関してはなんだかわかんねえ。ミッシーグッドって何屋？ああ、ドーナツ屋さんだ。可愛らしいドーナツ屋さんですね。これもちょっと雰囲気合わないな。ダメ。不採用。ムッシュフリッツ。ムッシュフリッツ。ムッシュフリッツはポテイトか。フライドポテトのお店か。フライドポテトか。そして、最後、メクセレンテ。ああ、メキシカンタコスのお店ですね。これも違うね。ってなってくると、ビーフ所長かホットドッグが一番いいのかな。ホットドッグにしましょうか。ホットドッグスクワットを立てましょう。そしたら角度を合わせて、こんなもんかな。スッと。あ、こんな感じになるのね。はいはいはい。そうだな。一番端っこに立てようかな。じゃあ、とりあえず、ここに立てましょう。ほいっと。
なんだ？続いてドリンクショープですね。ガルピーエナジー、ガルピースラッシュ、ガルピーソーダ。あとは、ミルクシェイクと、コーヒー、ピップショットウォーター、お水ですね。お水とジュースとスムージーのお店。そうだなぁ。あったかいコーヒーがあるといいと思いますよ。この場合。ストリートフォックスコーヒーを設置いたしましょう。ピタと。はい。よし。いいですね。まあ、あとはトイレとかも設置してあげましょうか。で、ちょっと道路をこんな感じ。うん。よし。そしたら建物を作っていきましょう。どうしよっかな。今回どういう建材を使いましょうか。寒い雰囲気にあったやつがいいですよね。石垣か。石垣とかいいかもしれないな。石垣を使ってそしたら壁を作ってみましょう。ほいっと。はい、すいません。だいぶね、日が暮れてて、あまり周りの状況が暗くて見えなかったんで、ちょっと時間を進めました。で、それによって、やっぱりどうしてもお客さんが利用しに来てしまいましたね。しまいましたって言い方をするのはなんでかっていうと、まあ、こういう問題が出てくるからですよね。ねえ、こういう問題が出てくるんですよ。こういう問題が出てきちゃうわけです。いやー、しまった。ゴミ箱だけでもやっぱり先に設置するべきでしたね。失敗しました。まあ、ちょっと今更ですが、ちょっとここに1個、そしてここにもう1個置いときましょう。ほい。そしたら、あのゴミの掃除は後で清掃員さんに任せるとして、建設の続きやりましょう。屋根部分も取り付けましょう。スレート屋根、2メートルダブルピッチを使って、この辺をこう装飾して、そうだな。こういうちょっと飾り付けをしてみようかな。こうして、ちょっとこうして。よし。あ、いいっすね。それで、ちょっとこの部分に土を置いてあげて、まあ、被さる感じでいいんで、こんな感じかな？うん。よし。とりあえず、ここだけね、ちょっと土を埋めてみました。で、この上に植物を植えていきましょう。よし。うん。いい感じですね。やはりトイレの位置をちょっと変えよう。ここでいいか。とりあえずここに設置しましょう。で、トイレの部分にちょっとこんなアーチ状のものを設置して。よし、いいですね。うん。あとは、そうだな。ピクニック用のベンチとかも立ててみますか。こんな感じで置いていって。で、よし、うん、いいっすね。5セット設置することができましたね。そうだな、上にこんなやつも設置しておきますか。どうでしょうか。ああ、いいっすね、いいっすね。このね、ピクニックベンチからもね、こう、かすかに動物が、いや、今見えてないんですけれどもね、こう、見えたらいいなって感じ。これがいいですね。よーし、もうちょっと周りの自然を、設置しましょう。ちょっとこういうところにね、岩を設置して。よし。自然の方もいい感じにできましたね。うん。お客さんが通る表の方だけですが、まあ、いい感じじゃないでしょうか。うん。あとは、縦看板なんかもつけてあげるといいかもしれないですね。こっちの通路から来たお客さんがわかるように、こう、こんな感じにアピールしておきましょうか。ほいと。あとは、壁に設置するタイプの看板なんかも置いてあげましょう。ほい。ホットドッグ屋さんの看板も、ピタッと。よし、いいですね。
一応トイレの看板も設置しておきましょうか。ぽい。ちょっと、照明なんかもこの下のあたりにつけてあげてと。よし、だいたい完成ですね。さあ、どうでしょうか。時間を今オンにして様子を見ているのですが、結構いい感じに皆さん立ち寄ってくれてますね。こっち側もだいぶ皆さん利用してくれて、あ、コーヒーと、ホットドッグをセットで買ってくれてますね。さあ、ちゃんとゴミは捨ててくれよ。でも、いいぞ、いいぞ。そのゴミの持ち方面白いね。さあ、ちゃん、さあ、さあ、おお、捨てたね。おお、捨てた、捨てた。素晴らしいです。ありがとうございます。これでついにですね、お客さんの欲求を満たすこともできて、その上、ショップの収入も得られると、いいですね。一応ね、スーパー雑ではございますがね、ちゃんとね、スタッフの休憩ができる小屋もね、こっからこう行って、こう行って、こう、つながってる感じで、あそこにね、設置しておきましたよ。お、早速、従業員の一人がですね、疲れた様子で、スタッフの休憩所を利用しようとしてますね。うん。ちゃんと休憩してください。いつもありがとうね。しまった。やべえ。二人とも休憩小屋に行こうとしてるんで、代わりがいない。やばいやばい。ちょっと代わりの従業員さんを、彼らが休憩してる間に働いてくれる従業員さんを雇いましょう。よし。お願いいたします。すいませんね。ちょっとお互いの休憩時間をね、カバーし合えるようにね、こう、サイクルで行きましょう、サイクルで。はい。ところがあって、ちょっとね、エマちゃんが、もうそろそろ第2子を誕生させるというお知らせが来ましたので、ここに来ました。今ですね、ぐっすり寝ております。7月に生まれる予定なので、あとちょっとですね。さあ、そろそろですよ。お、起きた起きた、エマちゃん。おはよう。おはよう、赤ちゃん産むの？お、みんながその気配を察知したかのように、起きた、起きた。起きた。どうすんだ？あ、餌の時間か。餌の時間か。そっか。餌食べに来たんだね。そっかそっか。出産に立ち会うとか、そういうわけじゃないんだね。あ、でも、座り込んだ。おー、生まれた。かわいいね。はい。メスのイベッティアちゃんでいいのかな？イベッティアちゃんが生まれましたね。いやー、嬉しいね。エマちゃんとウィリアムくんの間に生まれた、2匹目の赤ちゃん。お姉ちゃんがザリアちゃんってことになるわけですね。いいですね。さあ、今ですね、イベッティアちゃん、お姉ちゃんのザリアちゃんと一緒に。おー、かわいい。姉妹でじゃれ合ってる。かわいいのー。いろいろ、お姉ちゃんから、あれですね、ここでの生活の仕方を学んでるのかな。エマちゃんとザリアちゃんがなんか喧嘩してる。ああ、妹が止めに来てる。ああ、うん。ああ、ザリアちゃんが折れた。あ、負傷しちゃった。ああ、まずいな。ちょっと獣医さんを呼んで、ちょっと負傷の手当てをしてもらいましょう。一体何が原因で、こういう争いが起きたのかちょっとわかりませんが、あー、傷ができちゃった。うわー、かわいそうに。お母さんと喧嘩した結果、こんなに傷跡がたくさんできちゃいましたね。あ、来てくれた。ちょっと獣医さん、お願いします。すいません。今すぐ手当てを、お願いいたします。そういえば、前回エマちゃんがお尻のところ怪我してたのも、もしかして、他の個体と争ったからなのでしょうかね。他の個体ってなると、まあ、おそらく、旦那さんのウィリアム君だと思うんですけれども。なるほどね。そうやって怪我しちゃう恐れがあると。ね。あなたはね、ちょっとちゃんと周りの子と仲良くしてあげてね。せっかくなので、獣医科へ連れて行って治療する様子、見ていきましょうか。ね。結構距離あるな。頑張って走ってくれてる。お客さんがすげえ邪魔してる。お客さん、ちょっとどいてください。ピーポーピーポー。ピーポー、休館です。治療を始めるみたいですね。どんな具合なんでしょうか。あー、これエマちゃんだ。あ、エマちゃんも、怪我して、あー、なるほどね。お互い怪我しちゃったわけだ。壮絶な、
親子喧嘩だったわけですね。まあ皆さん気をつけましょうね。よし、そしたら、せっかくここまでね、作ったことなので、もうあのエリアの境目になる部分も作ってしまいましょう。ちょうどね、なんかこう、ピッと道路にね、こう線が引かれてますので、これをベースに、エリアの境目をね、作っていきましょうか。時間止めまして、どういう感じにしようか。やっぱりこれまでの感じは活かしていきたいので、まず、まあ、雪をまんべんなく、この辺パーッと。で、平たい岩を置きます。こんな感じで、よいしょ、よいしょと、はい。で、こっち側もまあ多少岩を置くか。そうだな。こう置いて、こうちょっと上げて、そうだな、こんな感じ。よし、 OK。 でこっち側もちょっと垂直に岩を立てて、ね、はっきりした分かりやすい壁をですね、こんな風に作っていきます。それで岩を使ったアーチなんかを立ててみますか。まあまあまあ、いいか。とりあえずこんな感じでいいか。で、さらにここに、背の低い植物ですね。これらも植えていきます。よし。こんな感じでいいでしょう。うん。で、さらにちょっとオブジェみたいなものを作りましょうか。このね、以前も使ったことがある新世界彫刻狼ってやつですね。これを、置きましょう。ここに先ほど言った狼の、彫刻を置きます。こんな感じ。ペタと。で、子供狼も一緒にペタと。はい。おー、いいっすね。それで、こんな感じでエリアに入って、すぐこういう感じで、あ、狼がここにはいるんだなと、このエリアには狼いるんだなっていうのが分かりやすいよね。で、反対側の方にはこちらのお猿さんの彫刻ですね。これなんか置いてあげて、お猿さんもこのエリアにいますよというアピールをしましょう。うん、いいですね。そうだな、道路のデザインもちょっと変えようかな。これにしよう。ペッペッペッと、どうでしょうかね。こっちの方がいいかな。迷うな。あれ、ここだけ変えられない。どうしよう。え、変えられないの？あー、なるほどね。地形のあれがまた関わってきてんのか。じゃあここは後でなんとかしましょう。で、今まで手をつけては来なかったのですが、この真ん中の部分、ここもなんか置きましょう。よし、できましたね。うん、いい感じです。あとはベンチなんかも置いてあげましょうか。こんな感じで置いて、よいしょ。はい、おーおー、うん、いいね。はい、皆様いかがでしたでしょうか。本日は、こちらのショップを建ててお客さんたちのですね、欲求を満たすことが、できましたね。ちょっとね、まだゴミの問題にね、対応しきれてないんですけれども、まあ次回の動画までにはそこもクリアさせておくつもりです。それで、コミュニティチャレンジモンキービジネスの方がついに、期限が切れまして、貢献した報酬としてですね、こちらの、ベアードバッグ、これを1匹、オスのベアードバッグですね、1匹、いただきました。ベアードバッグさんたちは、中米の森林地帯に住んでいる哺乳類の動物ですね。この子たちの飼育エリアもいつか作ってあげたいところですね。
で、次回以降は、そうですね、今回もちょっと、これをやろうって明言できないですけれども、おそらく、このね、エリアの、その先、さらに先、もうちょっと拡張しようかなっていうのが、第一の選択肢。で、もう一つは、そうですね、新しいコミュニティチャレンジがどんなものなのか、今度何の動物を繁殖させる、あるいは野生に戻すかわからないですけれども、もし私でもできそうなコミュニティチャレンジであるのであれば、それをね、やっていこうかなと思います。次回の動画もぜひご覧になってください。よろしくお願いいたします。それでは。